二階堂あきの E ゾーン攻略記。この番組は6ヶ月間にわたり二階堂さんが E ゾーン富山店と E ゾーン金沢店の2店舗を攻略するというものです。二階堂さんには全実戦終了後に両店舗合わせてトータル枚数収支がマイナスになった場合、罰ゲームを受けていただきます。さあ、それでは二階堂さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、二階堂あきです。本日は第6回目となります。富山店さんの実践となります。富山店さんは3回目ですね。まあ、機種としては、まあ、金沢店、富山店と、合わせて、まあ、大体番長か総店かあたりを打っているんですけれども、まずじゃ入場整理券の順番からですね。この番号から、本日45番で、私の狙い台が装填か転生を狙っていこうかなと思うんですけど、ちょっと番長を考えたんですけど、この番号じゃおそらく多分番長は取れないと思うので、装填か転生狙いに切り替えてですね、前日の、下見をまたスタッフさんにしてもらってるので、その下見の結果から、台を絞っていきたいなと思います。はい、ただいま下見の結果見ましてですね、まあ、前回までの流れでちょっと角目が狙い目かなっていうのを話したので、装填転生の角を狙っていきたいなと思うんですけど、まあ、データ的には1717あたりがいいんじゃないかなと思いながら、実践の方をしていきたいと思いますが、現在差枚が4928枚とかなり大幅にマイナスしているので、今日はもう少しでもマイナスを回収できればなと思います。じゃあ頑張っていきます。今回二階堂さんがチャレンジする E ゾーン富山店は、設置台数パチンコ770台、パチスロ445台、広いスペースです。900台を蹴るゆったりとした駐車場で皆様をお待ちしております。ライオンがいる、びっくりした。何こっち、はい、へいへい、うん、へいへい、こっちだな。はい、朝一は転生を、打とうかなと思って、あの狙い台の1717番、しかも今日は7日なんでちょっとどっちの角にしようかなと思ったんですけど、7日なんで7の方にしました。はい、それでは朝一転生のカード台から打っていきたいと思います。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。本日10月7日の7日のですね、ということで、私オーライオンが開催させていただきますね。というですね、ご挨拶ともにですね、二階堂明さんのイーズンコーナーで宣伝してくれてる、助かる。通常時、弱チェと強チェに若干設定差があるんで、まあ、そこを数えながら打っていくのと、とりあえずはまあ朝リセットかかってるかどうかっていうのも確認しながら打っていきたいと思います。これがいわゆる、なんて言うんだろう、番長でいう研修みたいなやつです。まあ、ここでもある程度当たりそうか当たんなそうかみたいな、分かるんですよね。この石像を倒して中からこう
この原作だと中にこう人が入っててそれをこう倒すんですけど、その時の悲鳴の種類と色とかで、まあ、期待度をこう示唆してるみたいな。あとこの発展した時の背景の色とかですね、あと人です、ね。まあ歴代の北斗とまあ演出はほぼ一緒なんで、上じゃダメ。まあ斧がチャンスアップですかね。ジャクテリー。色で熱いんですけど、赤は熱いです。プレイで100、いやこうゲーム数短縮してるんですけど、でこの170ゲームで当たってるか当たってないかみたいな。お、継続した。大体当たってるとしてもう何ゲーム乗せられるかみたいな。で例えば今430ゲームで30ゲーム使って例えば当たったとしたら、都市演舞終わった後に400ゲーム短縮できるっていうことですね。ついてる。まあ続けば続くほどいいんですけど。あ、無限だ。朝一から無限だ、助かる。もうキリンですからね。そうか、じゃああれですね、当たってんじゃなくて最初から無限を引いてたんですね。これは朝一から天井コースだったのかもしれない。ついてる。まあ、天井に行けばいいですけど、だいたい天井手前で当たるんだよね。天井は AT レベルか等身レベルかどっちか忘れちゃったけど優遇されてるんで、レベル3以上とかレベル2以上だか3以上、1061は超えるでしょう。そんな中途半端なとこじゃ当たんないと思う。この当たってるのに追加投資ね。あるある。超えてしまった。1300、1400だから。 でその超えるときにいかにその残り乗せられるかみたいな。これもう当たるんで、これラストゲームですね。1200何十アベしか分かんないですけど、で当たるみたいな。多分そろそろですね。
1300超えた1431。もう朝一のこの叩きで1431。どんだけですかって感じだと。180じゃないな、もっと深かったような気がする。ここで昇格チャレンジみたいな。お、あ、とりあえず青以上ってことですね。青結局何ゲームなの ?300 ちょいか。だこの40ゲーム中にいかにこの真剣勝負って書いてあるこの球勝負球勝負球を集められるかみたいな、この真剣勝負中がだいたい球1個あたり 20% くらい、まあ、5分の1で勝てますよ。まあ、5分の1というかもう引いたフラグなんですよね。シンがベル対応でだからベル以外だと熱いみたいな、そういういろいろ演出がね。はあ、シンでベル以外で勝つ勝負リプレイは2分の1なんですけど、朝から 50% 外しました。中はちょっと熱いです。勝った2分の1なんでね、残り0個だけど勝ちました。勝負あり。まあ玉3個で単発じゃなかっただけ全然マシですよ。紫も大体大丈夫。お、激闘だ。残り20ゲームまでステージの昇格抽選してるんだよ。たま2個しかない。まあしゃあなす。あうち。まあ大体そんなもんですわ。まあ、さっき獲得した安倍氏がちょっと残ってるんで、ここから安倍氏チャレンジみたいな。でも128ゲーム以上はないんで、しかも青文字だし、まあ、大体厳しいんじゃないですかね。95ゲーム以内に当たってなかったっていうことですね。オーラが大きいね。広角だと直当たりも期待できるんで。まあポキポキしてましたね。当たった。何それ初めて見た。あれですね、食べたら要は降格、投資演舞終わって降格だったんですね。で日程で直行当たりしたんですね。ついてるな。一回連チャンするより初当たりの方がいいですからね。
なんかもったいないところでついた。始まってから引いてくれた方が良かったですね。最後の最後で追加引いたんで、これ乗せてたら次のゲームで増えてると思う。乗せてない、また3ゲームですよ。もう勝てる気がしない、シンシンってくるともう勝てる気しないもんだね。ベルはね 4% くらいしか勝てないからね。まあそんなもんですわ。まあ残りアイベシがないで普通に1アイベシから、ね、まあテンパーが伝承に入ってたかどうかっていう話ですね。最初の無限のやつですね、最初の無限のやつのが、伝承に入ってたっていうことですね。青、青はダメ。お、ベルで100。お、すごいよ、2回連続無限だよ、そんなことあんの。500だって。500ってこれもう一回続いたらまた B 超えちゃうけどって話だけど大丈夫かな。500だから先手前とか、この辺、この辺で当たってくれると、あ、772ゲーム、違う、772アベシですね。これで覚えて、これをねメモっとくと、今モード A にいるかモード B で当たったのかっていう推測をある程度しとけば、まあ、設定6とか例えば6だったら B 抜けづらかったりするんで、アベシの確認は大事です。残り404アベシあるんですね。無限は偉大。まあ本当は772ゲームハマってるところを40ゲームくらいで済むわけですからね。黄色、なんかこうやって引いていくと、あら今回 AT レベルいいのかしらみたいな気がしちゃうよね。熱いよ。これはジャックチェリーですからね、本当は。
新馬光。ベルデラ王はちょっと暑いんじゃない、暑いんじゃない、ベルデラ王は暑いよね。ラ王はだいたいチェリーかあの7揃いリプレイのキャラなんで。単発で終わんなくてよかった、ドキドキしちゃった。乗せるのが確定してる時ほどホッとするものはない。なんかねスイカとかベルリプレイは怪しいけど、ヨンチャとか、バウザーはリプレイだからね。また楽しい、だんだん もうね、リプレイベル、リプレイベル、リプレイベルみたいになってくるともう厳しい。これがね、リプレイじゃなきゃ熱いんですけどね、まあリプレイですよね、大体。引けなかった、勝負リプレイが1連敗ですわ。だって、404だけど青だからまあ厳しいですよね。なくなった。404だ。こっからまたこう天波を引いて短縮してみたいな。テンパ、超えなかったよ。青だったからどうなることかと思いきや抜けなかったっすね。257ゲーム、797です。昇格チャ
ャレンジする前にもうあっさり狙えて緑頑張ろう頑張れアウターデッペルなにかを引いてシューですねどっから狙おうかな左にしようこれはチャンスリプレイっぽいなあノーマルリプレイでシューは熱いんじゃないはあまあまあ熱かったのにですわ2連単発3連単発厳しいねでも青せめてこう赤で期待持たせてくれたっていいのにねてても連チャンしないからな当たり4回でここだと8で平均2連じゃないですか平均2連じゃ勝てないけどこのゲームなんかもう早いゲーム数全然引けてないから厳しいですねキリンガラ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 よけたよ当たったなんと逃げの直当たりいや別に弱中ばっかりなのはいいんですけど弱中でもたまには乗せるっていうことですよねそしてどうせ引くなら A4 の弱中を引けとですけど頭大丈夫ですかって言うから勝てないんですけどそ2連単ですわ
まあまあ早いゲーム数で当たってくれたんで、追加はそんなにしなくて済みましたね。246ゲーム、違う、246アーベスト、まあ244ゲーム。エクストラ助かる、3連単は免れました、セーフ。ああよかった。じゃあまあどうせエクストラ引いたらここはいっぱいベルを引いたらいいよって。ジャギさん、キョバリ、この投身レベルも AT レベルも高くないところでちょっとでも連チャンできると助かりますよね。あ、負けの引くあるかと思いきやなし。ナビが黒だったのに、そして芯だったの。時でいいじゃん。ね、時はね、発生なんでね。ありがとうございます。リプレイっぽいですね。レイでいいじゃん、レイで。そこそこ。ですかね、頑張ってると思いますよ。
けど、カットインで1回くらいでも、連勝でどれだけ引けるかっていう。日英をスルー、日英を華麗にスルーですよ。別にショートにしたって1回くらい入ってくれたっていいよね。
虹の100引いてなかったら当たってなかったじゃないか。あ、どっか行った。なんかどっか行った。勘弁してください。お願いします。いやー、手なんか来てしまう。はい、セーフ。2連で300枚。甲子園部ですね。当たりだ。12ゲーム、まあ、さっきもそうだったんですけど、高額の直当たりじゃなくて連勝中の2点の直当たり。なんとか4個で頑張ってくれませんかね、ケンシロウさん。なんとか、なんとか頑張ってください。イブイチ。でも最後だから一応まだケーンの可能性がある。なし。ケーンの可能性あったんだけど復活せず。1ゲーム早く、1ゲーム後ろ、あと1ゲーム遅く、ここじゃなくていいのにっていうところで引くよね。天波青、黄色だったのに青になっちゃった。うまいこと弾けてるね。青だけどね。
多分8連くらいしてると思うんですけど、ってきたのにあの前兆はスルーしたんです。ゾーンの最後の取り出で当たった。875ゲームほどハマってるところ、200ゲームで済んでるんですよ。テーマは偉大。緑、本日2回目の緑。ここの画面が時だったら 90% 勝ってなんですけど、ペンシロだからどっちもある、まあ大体 80% みたいな感じですね。
だよね。ぼちぼち。あー、もう本当に吹いちゃうんですか。本当に吹いてくる。あー、ダメだ、もう勝てる気がしない、もう勝てる気がしない、もう勝てる気がしない。止まるリプレイじゃないですか、これ。しんどい、もうダメ。だからもう弾がない。あー、うわ、投信じゃないですか。まあ、投信レベルはもともと高そうだったんで、まあまあって感じですね。本当にもう勝てる気しないよ。どうしたらいい？と驚きの展開だった。どうして頑張れないんだろう。ベルト持ってるよ。また最後の最後の球で勝ち。あった。残ってる時にね、ブハーってなるとね、復活なの。玉6個です。ベルサウザーで負けて、次は普通にリプレイで。ここはジャギが良かったな。大勝破だ。これは似てる違いない。
な、日中3回も聞いても7個しかできなくて終わっちゃうんですかみたいな。それではちょっと店内の方を軽く見てまいりたいなと思います。現在午後の1時20分ですね。13時20分で開店から4時間半近くだったところですね。今自分が実施している、天星の島にいるんですけれども、狙い台の角、もう一個の角が空き台になってるんですよね。まあ、570回転くらいしか回ってないんでまだ分かんないんですけれども、これもし誰かが打ってくれてたら、自分の狙いが合ってたかどうかっていうのが分かるんで誰かに打ってもらいたいですけどね。かなり初当たりいい感じに引いてる人が多いんで、転生はもしかしたら全体的に当たり芝だったかもしれないですね。あと番長ですね。出てる台ありますけれども、あーでも結構回数ついてる台多いんで番長も結構入ってそうですね。でも番長あれですね、角より中側です、真ん中の方が結構回数ついてる台多いんで、あとはジャグラーコーナーですね。ジャグラーコーナーは安定してお客さんかなりついてるんですけれども、やっぱり良さげな台ありますね。だいたいこう分かれて、なんていうんだろう、一列にその同じ機種のジャグラーが 4,5 台並んでる、 IM 以外ですね。でその中で1台くらい良さげな台が入ってるような感じですかね。でもな、なんかジャグラーは角とかじゃないからな、ジャグラーを角にしちゃったら、だってジャグラーの中ですごい高設定が少なくなっちゃうじゃないかっていう話じゃないですか。一列が長いんで。はい、お疲れ様でした。ただいま前半終了いたしまして、まず前半の結果からですね、投資が今いくらだっけ、 14K なんで700枚ですね。で、今のところ出玉が約2000枚ほどですね。1300枚くらい今のところ浮いてるんですが、そうですね、台の状況的には通常回転をそんなにまだ回せてないんですけれども、天波の入りは微妙だけど、一回なんかロングっぽいのもありつつも、まあでもあれですね、直当たりが結構あるのと、あとモード B の天井を超えてないっていうのがあるので、まあ多分ありそうっちゃありそうですかね。ありそうな雰囲気はあります。一応後半も同じ台で頑張っていこうかなと思っていますので、後半もぜひよろしくお願いいたします。それでは後半頑張っていきたいと思います。
ぽいので2ゲーム目に倒れたんで、ありそうってありそう、必殺技とかで死んで終わりみたいな大体パターンなんですけど、217ゲームですね。反発は許して、反発は許して。出た。エラ王なんですけど、これがね、7揃いがね、この最終ゲームで、2ゴロ分の1のこれ3分の1で SP かな、確か。3分の2の方だったね。玉一個だから一発勝負。はい。あお。隠れつけ。一発勝負勝ったよ。また最後の球でこらえましたよ。さあ頑張ろう。ディスカス。シュエー死んですわ。頑張って7個貯めたのに、7個貯めた時に限って負けるんだ。最後の2分1は外した。ああでもなんか大体単発っぽいところから7連してくれたら全然いいですよ。ここに来て中断チェリオ。
今ラップ白でしたね。ガードされたみたいな。いや。いや。レイ君かっこいい。珍しく37ゲームとかで当たりましたね。天国だったんだな。大チャンスです。して今8回目だから14人前です。サーブアリほら、あと1ゲーム遅く引いたらよかったのにね。ダメだ、5連敗。見れば見るほど当たんなそうだ。それではね、午後の見回りに、午後、まあ、さっきも午後なんですけどね、今15時半ですね、またね、次回のために今回、角が暑いんじゃないかって言ってたのが本当かどうかちょっと見に行きたいなと思います。末尾は、でもあれどっちも出てるんですよね。私が今日打てた7の、その末尾7を考えると、あのマイジャグラーですごい出てる台あるんですけども、松部6ですね。アイムで別積みしてる台は松部6と松部7はどうだろう。2番5あんま関係ないのかな。松部8だな。末尾678じゃない、678が結構出てる台が多いかなっていうイメージですかね。私 の, あの今、北斗の島来たんですけれども、私の左の台は2回線超えてるのを見てるんで、モード B は抜けてるんですよね。気になってたもう1個の角は稼働ないですね。ただ北斗は全体的に出てるんで、あんまり末尾とかいうよりは、あーでもボーナス回数より初当たりですからね。これですね。
初当たり12回引いてる台がありますね。あ、これも11回ですね。これも末尾なのだな。昨日想定は片方出てますね。バズの角出てますね。バズの角はあれは良さそうですね。バラエティーコーナーの、ね、角が、ね、ファイトクラブなんですよ。ファイトクラブもう、グラフ的にはすごいいいグラフしてるんですよね。こう小刻みに上がっていくような感じですね。まああれですね、角から123角から123台目くらいがやっぱ出てる台が多く、その中でも角が集めっていう感じですかね。はい、お疲れ様でした。ただいま実戦終了いたしまして、まずは本日の結果からですね。本日総投資が700枚で、出玉が2829枚なので、プラスの2129枚でした。バシ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 。でですね、今までのマイナスが4928枚なので、まあ半分いかないくらい返ってきたかなといった感じですかね。まあ頑張ったと思います。今日はもうあれですね、私飛行機で帰るんですけれども、飛行機が時間がなかったら、飛行機の時間がなかったら打ち続けてもいいくらい、いい台だったんじゃないかなと。でですね、肝心のその設定推測の方なんですけれども、まず通常時のモードが、モード B を抜けなかったあたりと、チェリーですね、チェリーの確率が弱チェ135分の1で、強チェが135分の1同じくですね。で、この転生のちょっとこう珍しいところが、弱チェリーが高設定になるほど引きづらくって、強チェリーが高設定に行くほど引きやすいっていうちょっと変わった、まあ強チェリーはいいんですけど、弱チェリーがね、普通はね設定いい方が引きやすいみたいな感じなんですけど、逆なんですよね。で、設定1で93分の1で、設定6で100分の1なんですけれども、まあ、結構6に近いくらいの数値で、まあ、引きづらかった。で、強チェリーが、設定1に100分の1で、設定6は176分の1を135分の1で引いたので、まあ、6に近かったかな。両方6に近い数字で引けてたので、まあ多分あったんじゃないかなと思います。確証は持てないですけど、それはもうね、どの台もそうなんで、おそらくそうだったんじゃないかなっていうのと、あとはまあ出玉がこうついてきたっていう結果も伴ってくれたので、今回は良かったんじゃないかなと思います。前々から言ってたその角近辺狙いも、まあ、あながち間違ってないかなっていうのも今日で再確認できましたし、内容的にはすごく良かったんじゃないかなと思いました。はい。そして次回ですね、金沢店で、また実戦となるわけなんですが、金沢店の方がですね、またかなり苦戦しているのでね、もしかしたら次回も苦戦するかもしれませんが、次回もまた頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも見てください。ありがとうございました。それではさよなら、バイバイ。富山店では久々の勝利となった二階堂さん、次回も勝利をお願いしますよ。